ください。早速行きたいと思います。日本酒を楽しむ際の注意点、おすすめできない飲み方、合わせ方。なるほど、おすすめできない。褒美伝、こちら紹介したいと思います。もう全国でも、人気の日本酒ベスト5とかにもね入ってきたりするような、超人気銘柄ですけど、ほんとこう華やかなね、すごいこうゴージャスな香りがあって、ジュワッとした甘みがあってね、あと味はスッとこう切れるような、お手本のような、フルーティーな吟醸酒なんですが、こういった酒を飲むときにこのワイングラスでね飲む方というか、飲む方っていうのも提供される飲食店も多いんですけど、こういったその業界用語で言うとカップ系、カップ系と、カプロン酸イチルっていうね、その香り成分があるんですけど、そのカップ系の、そういう、フルーティーな酒をこれで飲むと、この表面についたお酒が酸化していくわけですよ。で、日本酒ってもともと酸度が低いんで、ものすごく酸化するスピードが速いわけですよね。で、例えば火入れ熟成のお酒って、要は火入れも、言うと酸化だし、熟成も酸化なんで、例えばそういうおかん向けのお酒っていうのは、逆にこういうお酒、こういうワイングラスで飲んでも変化が気になっていかないんですけど、こういうフレッシュフルーティーなねお酒っていうのは、もう酸化のスピードがめちゃくちゃ速いんで、もうスワリングでもしようもんなら、ここについたものがもうすぐ嫌な香りに変わって、それがこもるので、もう実際のこのお酒のね、持ってる素晴らしい香味とはもう別のものになってしまうので、フルーティーなお酒を大ぶりのワイングラスっていうのは一番僕はおすすめしないですね。小さいならねまだいいのかなと思うんですけど、で、合わせ方なんですけど、日本酒米からできてるんで何でも合いますよと。さらにお米を発酵させ醸造してるので、白ご飯には合わない、例えば果物だったりね、カビ系のチーズだったりとか、生野菜だったりとかね、むしろ白飯よりも守備範囲が広いのが日本酒ですよという話をしてるんですが、なぜか納豆全然合わないですね。一番合いそうな感じじゃないですか。もう白飯にあんなに合う納豆、もうほんとこう香りがすごくもうぶつかって、必ず理由はあるんだと思うんですけど、化学成分的にね。で、あとね、意外だと思われるのが酒粕ですね。例えば奈良漬けとね、日本酒ってすごく合いそうな感じがするけど、すごいごつい熟成酒とかだといいんですけど、こういうモダンのお酒にね、奈良漬けとかそういう酒粕のものを合わせると、香味というか、特に味の部分をね、持ってかれるというか、親子みたいな関係なんで、その成分は近いわけですよね。で、やっぱ酒粕の方がこう強いんで、お酒の繊細な部分を持ってっちゃうんで、モダンな、お酒だったり、すごく鮮の細いお酒と酒粕を使ったものっていうのはね、意外や意外と思われるかもしれないけど、合いづらいかなと。チーズだったりに少しこう酒粕合わせるとか、甘辛い煮付けの仕上げにねちょっと酒粕を落とすとか、風味で酒粕を効かすと、こう料理から香ってくるその酒粕の香りと日本酒の風味がこう引き合ってね、すごく相性が良くなるんですけど、酒粕全面のものとはあまり合わせない方がいいのかなというところですね。いかがでしょうか。あたした。チャンネル登録。